選手の交代をここで告げます。ブルペンの方からなのか、それともベンチの方からなのか、背番号17がいよいよベールを脱ぐということになるのかどうか。あそこのゲートが開いたので力来るんですかね。ブルペンから行きますか。かじりついてそのデビューの一番早いところを見ようという、これはね、お客様の心境が伺えますが、結構こういうオープン戦は、ね、ベンチから来る時もあるんですね。そうですね、はい、投げるということになります。これめちゃめちゃ緊張するんじゃないですかね、やっぱりね。ちょっと我々もやや煽ってしまっている部分があるので、とはいえ落ち着いていきましょう、まあ、落ち着いて、ね、楽しみに、まあ、シンプルにここも楽しみに、はい、本人が一番楽しみだというふうに信じていたいところです。マーティン選手はもうちょっとお目ですね。そうですね、はい、ここからはそういう展開に4チームおそらくなってくるはずです。おいました、ベンチから来ます。田村星太の言葉を交わして、あそこ空いたからみんな待ってるのに。そうですね、まさかのそればかりは、まあ、オープン戦なのでね、まあ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 、それはまた、まあ、田村選手ね、打ち合わせもあると思う、ね、そういうことですね、はい、さあ準備は整った背番号17がマウンドに上がります。拍手が起こったズドマリン、このタッチボールからお客様がファインダーを覗くというカメラモードに変えるというご覧の様子であります。任せたの文字も踊る。さあ谷保さんの初めてのコールというのもね、うん、ちょっと聞いてみたいですよね。そうですね、マリーンズ選手の交代をお知らせいたします。ピッチャー二木に代わりまして佐々木朗希。待ってたぞというそんな拍手に送られて、初めてゾゾマリンのマウンドに上がります。ついにベールを脱ぐ令和の怪物2年目佐々木朗希、背番号17。10年前の今日というのはきついに暮れていました。9歳の少年、本当に今日そして明日を生きるために想像を絶する現実に直面しながら小さな一歩を踏み出しました。そんな中助けてくれたのが野球との出会いでした。辛い時も頑張って生きていくことができました。今まで支えてくれた野球、そして家族、全ての人々に恩返しをするためにあれから10年、今日が2021年の3月12日、プロ野球選手佐々木朗希の第一歩になります。